現代の頭脳パズルキューブ4というやつで、これかなり年季の入ったやつで、これ箱がもうこんなブリスターこんなひん曲がってますよこれね。はい、今日はですね愛知県の小牧市に来てますね。小牧のセカンドストリートね、この店は初めてですのでちょっと行ってみますよ。はい、セカンドストリート小牧西店ですよね。買ってきましたよね。ソフビをちょっと2つばかりね買ってきましたよ、ね。じゃあまずはこれですよね。これウルトラマングレートのバイオスのソフビですよね。これちょっと待ってください。200円ね、200円でしたよね。たまに中古屋さんに行くと見かけるんですけど、前私バイオスね近くのお店でね買ったんですけど、近くの近所のハードオフで買ったんですけど、ヤフオクに出品してたらなんか何ヶ月か前に売れてしまいましたのでね、もう再びまた買いましたよバイオスね。またこれ部屋に飾っておきますよね。でもう一つはこれですよ。これアンドロウルフのソフビですよね。これはですね、300円でしたね。300円。背中の色は、省略されてます。色のりは省略されてます。アンドロウルフのソフビですけど、何ヶ月か前に三重県の松阪市のお宝なんとかロマンユっていうお店にもこれ同じの売ってたんですけど、そちら800円ぐらいしてですね買うのを諦めました出ました。でもまあここでね300円という破格の値段で買いましたよね。でまあアンドロウルフをね、手に入れたことで、ね、めでたく、我が家では、アンドロ挑戦士は、4人全員揃えましたよ。ね、というわけですよ。結構ソフビ売ってました。ね、しかもなんか割と古い型のソフビが結構売ってましたよ。ね、じゃあ次いきますよ。はい、何でも買います。キンブルね、キンブル小牧店ですよ、ね。以前キンブルの八富店というお店に行ってね、なんかQレンジャーのカレーを買いましたけどね、ここは何が売ってるんでしょうかね。ちょっと行ってきますよ。カードが挿入されていません。ね、キンブル行ってきましたよ。なかなかなんというか平日の真っ昼間なのにすごいこのお客さんの数と、あとまああれですね中古コーナーがですねものすごい熱量というか、ね、普段私ハードオフとかホビーオフとかセカンドストリート行ってるんですけど、なんかそこで買い物してるお客さんよりもなんか熱気がすごいんですよね。とにかくなんか本当にもう携帯電話片手にこういわゆる背取りというやつですかしながらこう品田定めしている人とかですね、ものすごいいっぱいいたり、なんか妙にテンションの高いお客さんがいたりですね、なんかまあいわゆるちょっとねなんかこうよくわからない変わった系の方がすごく多かったですね。というわけでちゃんと買ってきましたよね。キンブルね。3点買って、74円ですよ残念ながらキューレンジャーのカレーは売ってませんでした。じゃあまず1点目はまず一番緩いやつから、ね、はい、ルパンレンジャー VS パトレンジャーの、フライングディスクミニね。これね私他にもこれ仮面ライダー何でしたっけエグゼイドとかなんか仮面ライダー電王とかのこうフライングディスクというのをですね結構こういう中古屋さんで買ったんですけど、まあせっかくだからまあね買いましたね。じゃあ2軒目いきますよ。2軒目はですね、これですよ。久々の食器系ですよ。これ21円の、中古のなんかフォークなんですけど、子供用の。これがですね、なんかキャラクターなんですよ。スタジオピエロプロジェクトセイカの、はい、ね、私はこれ説明してたら、横の車に、なんか家族連れが乗り込んできまして、こちらをじろじろ見ていましたので、ちょっと改めて仕切り直しですよね。魔法のデザイナーファッションララというピエロプロジェクトセイカのね、キャラクターとね、こんなのですよ。ファッションララ、まあ多分昔のものだと思いますね。はい、じゃあ3点目ね、これもこれですよ。現代の頭脳パズルキューブ4というやつで、これかなり年季の入ったやつで、これ箱がもうこんなブリスターこんなひん曲がってますよ。これね、キューブ4でルービックキューブのようなやつですね。キューブは各面色違い正解の状態で収められています。現代のキューブ4で、ね、まあ、いかにもこの古めかしいおもちゃでですね、パズルの説明書に書いてますよ、ね。4個のキューブを並べるキューブ4は誰でも熱中する現代的な頭脳パズルです。はじめにキューブは正解の状態でセットされています。パッケージから取り出す前よく見て正解の状態をよく覚えます。そしてキューブをバラバラにしてパズルを始めてください。遊び方、4個のキューブを1列に並べて各面ともキューブ色の順序は自由です。マスダヤコーポレーション1980年、1980年のおもちゃです。じゃあ次いきます。